像の作り方。使用するバルーンはこちら。260グレーを膨らませます。9センチのバブルを1つ。これは花になります。はひねりを2つ。これは耳になります。5センチのバブルを2つ作り、たらこひねりにします。輪ひねりを、2つのバブルの間に埋め込んでください。もう一方も同様に。2センチのバブルを作り、残りはしぼませます。260グレーをもう1本膨らませ、連結します。9センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。9センチのバブル、絞りひねり。9センチのバブルを作り、元の位置に絡めてください。9センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。9センチのバブルを2つ作り、たらこひねりにします。残りはしぼませてください。たらこひねりで、お腹のバブルを挟み込んでください。これで足の角度を調整します。前足も同様に。目を描いてください。これで完成です。お疲れ様でした。